マジで眠すぎてこたつでもう寝る寸前になってたんですけど、頑張って目覚めました。家あるある、私的に家あるあるだと思ったんやけど、リップ、保湿のリップをめっちゃオーバーに塗る。そう、明日ね、あれですよ皆さん、リアルお話し会、イエーイ、よろしくお願いしますね。お願いします。ね、今日というか、なんかもう昨日も東京もめっちゃ寒かったし、今日も広島めっちゃ寒くて、明日どうなんじゃろ、ちょっと見てみよう。なんかさ、あったかかったじゃん最近が、じゃけ急になんか寒く、なんかいつもの2月に戻って、天気のアプリあった、もう寒寒ってなってます。明日今日とあんまり変わらんね。なんなら最低気温が明日の方が2度低い。でも最高気温は明日の方が1度高い。でも割と、今後割とずっとそんな感じだわ。じゃあこれが平均？もう今日さ、びっくりするぐらい寒かったよ。ねえ、もうショックです。嫌だ嫌だ。この前が異常に暑かった。確かにね、最近ちょっと前めっちゃ本当に上着いらんのんじゃないってぐらい、そう、あれじゃバレンタインの日じゃ、だって友達車に上着置いていきよったもん、マジって思ったけど、でも全然行けとった。お昼は20度行ってたもん。嘘みたいですよね。戻ってきて、あの日々暖かかったあの日々よもう戻っちゃった、寒い日々に。ね、もう本当に一生服装に悩んでる。最近運転してる？最近全然してないな。最近全然してないな。やろうとは思うんですけど、ちょっと、できてないな。4月に猛暑が来るかもってのは見た。暖かくなると生物が活動的になるよ。そう、それで痛感したんですよ最近。最近というか、あのテントウムシ事件で、テントウムシがびっくりするぐらい早く来たけ、確かにね、それだけは冬めっちゃ苦手じゃけど、寒いけ虫があんまりおらんっていうのはもうめちゃくちゃ大好き、そこだけ大好き、だって私もこれから暖かくなって生物が活動的になってしまったら、もう本当に自分を保てるか心配本当に自分が危険になると思うもううわーってなりすぎて、もううわーってなってると思う。まあなんとかなりますわ、
メールでめちゃくちゃテンション落ちてる地方の面白いよ。いや多分伝わりますよね、文章からもすごい。うん、この世の終わり感あった。いや本当にそのレベルですね。うん、テントウムシの話結構笑いながら読んでた。ええ、人の不幸を笑って私も結構なんか笑っちゃうタイプ、笑っちゃうタイプというか、なんか STU で前にあの入ってきたばっかりのマネージャーさんが自転車でこけて結構複雑骨折をしてしまって、でその方はだから最終処刑ロケとかいろんなお仕事行って学ぶ期間、そういうのを楽しみにしとった感じだったのに、もうずっとレッスン場担当になってしまって、でレッスン場ってさ動画撮影とかもするんですよ。あのマネージャーさんが脚立に登って上から iPhone 固定して撮るんですけど、複雑骨折をしてるからさ脚立にも登れないからレッスン場担当といえどその仕事もできないんですよ。がなんかおなんかそれってなんか悲しい出来事じゃないですか。でもなんか面白くてしかも会うたんびにまだ治ってないから、まだ治ってないんですねって笑ってたよというか、でもなんかさみんながしんみりさ大丈夫ですかとか言っとってもさ、そうあれじゃろうけさ、私が笑って和ませてましたそう、その人は今普通にあの足も治って、そういい感じです。私骨折したことないんですよね。なんか小学校か中学校の時になんかでこの辺なんか多分寝て起きたらめっちゃ痛くなっとって、この辺のどっかがどっかしらちょっと覚えてないでちょっとこれ絶対骨折したと思って見てもらいに行ったら全然骨折してなくって、なんか分からんけど湿布もらってただけだったうん、捻挫は捻挫も多分ないですね。え1日に3回足の小指ぶつけて折れたの痛かった。えじゃあさ徐々に1回目ひび入って2回目なんちゃら3回目バーンみたいな感じってことですよね不幸すぎる。1日に3回も、TikTok 見てありがとう。なんか TikTok でねなんかだいたいバズっとるダンス考えとる人この人たちっていう人がいるんですよ。なんか有名な人、その人のアカウント見てて最新で今日やっとった曲が出てきて、この曲めっちゃ可愛いと思ってやりたいと思ってやりました。私と恋してみませんか。私はどっていうやつやってみました。第三者視点、そうなんかね鏡を映す感じがなんかいいんですよ。で導入したんですよ
鏡持って降りて2階から。今ここにね鏡があるの。ここでね撮影したのよ、この脚立使って。みんな見てね、ちょっと TikTok 見よう。最近なかなか伸び悩んでおります。えーんえーん、皆さん。でもさ、みんながさしてくれてるの伝わるんよね、なんかさ。そうじゃけんさ、ありがとうございますって感じ。ありがとうございます。おすすめからどれだけ流れてくるかやね。そうだよね、うん。でもまあ毎日やっていきますわよ。私はと リップ薄いの、もうこんぐらい薄いのいいね。あ不適切にも程がある。見なきゃ。え、見よ見よ見よ。え、もうネタ振り上がっとるかね。え、見よ見よ見よ。だって今日金曜日じゃろ。金曜日よね、あれ。あれめっちゃ面白かった。一気に見たもん夜。え、おもろってなって1話から4話パッパッパーって見た。まだ出てなさそうな雰囲気どうですか。出てません。え、TVerには出てないですか。でもせっかくねネトフリで広告なしで見れるんやけどさ、ネトフリで見たいよねって感じではあるけど、 TVer ね課金してないのでね。うわー5話ある。TVerで見よう。TVerで見よう。多分ネットフリ明日とかに出るんじゃない。めっちゃ面白い。なんか急にミュージカル始まるのだけはちょっと、まだちょっとなんていうの、追いつけてないけど、心が4話でまだ追いつけてないけど、でもめっちゃ面白い。めっちゃ勧めやる。いろんな人に、メンバーにも勧めるし、友達とかにも勧める。そう、ほんまにミュージカル級。1話見た時びっくりしたもん。しかもワンハーフとかサビだけかなとか思ったら結構フル。なんなら2曲する時とかも普通にあるけ。そう、あ、すごいミュージカルだってなる。でもその時代の曲をね知れるけいいですよね。私はこのドラマはね結構ハマっております。てかさ、キヌージョ、てかさ、私がストレートアイロン買ったみたいな紹介したじゃないですか。で、あれの呼び名をずっとよく分かってなかったんや。キヌージョかキヌージョか。でも最近ね東京でタクシー乗っとったらその CM をねよく聞くんですよ。今日も昨日も聞いた。キヌージョのアイロンでストレートかけたらほんまにサラサラって思う。なんかしかも使うたんびにちょっとサラサラになっているのではと感じています。やったぜ、やった。そう、でも髪の毛をすいた時のピョンピョンピョンみたいな毛がね出る毛、もう絶対当分使うって決めたし、私
その毛先がパツンってこう全部前に持ってきた時にさ、パツンってなってるのが好きなんですよ。ちょっと早く美容院行きたい。マジで当分行ってない。でもさ、黒髪じゃけんさ、黒髪じゃし長いけん行ったとてそんな見た目変わらんよなとか思ったらし、なんか変化もそんな自分で分からんけ、いかんでいいかってなっちゃうんよね。髪もなんかいかんでもなんかサラサラやしそう、女子今はめっちゃ伸ばしたい時期。伸ばしたい時期に突入しました。結構ね、切りたい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 みたいな時期が続いとったんじゃけど、伸びろ伸びろ伸びろの時期に入りました。今もね結構長いんですよ。だってほら伝わる？今も結構長いんだけど、あと10センチぐらいほんまに極端、ほんまに極端。切りたいと思ったらもうバサッと切りたくなるし、伸ばしたいと思ったらもう長く長くって感じ。中途半端があんまり好きじゃないのか。何でも伸ばしたいん。もう気分やね。なんか今は前髪パッツン、もうちょっと長めのパッツンで、パッツンじゃなくてもいいの、もうちょっと前髪長くてもいいかも。で髪をめっちゃ伸ばす、うん、なんていう気分。舞台前に切れそうな予感がする。確かにね、舞台の時あれよ、ウィッグじゃけ切っとった方が絶対つけやすさはあるよね。いやでもどうだろうね、結構今はもうなびらなびらっていう期間。急に睡魔が、まつげ茶色に見えるんだけど、そうまつげ茶色だよ。でも今日友達と会ったんですよ、ご飯行って。でマジでもう天才まつげじゃんって思って、いろいろその子のまつげのこと聞いたりで、私のまつげの言いたいことあったら全部言ってって言ったんですよでそしたら茶色じゃなくても絶対黒みたいな感じで言っとって、私も結構ずっと茶色しか勝たんと思っとったんやけど、それ聞いた途端にそうですよねって思ってじゃけ黒買おうって思いました。私もうね、目元はずっと茶色系を使っとるんですよ。アイライン、マスカラは茶色を使っとんだけど、でも黒の方が絶対目力は出そうだなと思って。でもね、黒のマスカラ持ってると思う、探したらあると思う。私昨日服フェスの時にメイクさんに、なんか待機時間長かったっけ、メイクさんがメイクちょっとしてくださって、今結構欲しいメイク道具がいっぱいある、
黒にしようと思ってます。まあ賞味自分でもそんな違い分からんぐらいじゃけ、なんか自分も自分の変化って自分が一番分かるじゃないですか。じゃけマスカラ黒にしても多分みんな気づかんと思う。私自分、私も誰かメンバーがマスカラ茶色から黒にしとっても絶対気づかんと思うけん、自己満、そう思ったら自己満って感じなんですけど。いや私も絶対気づけないから、マスカラの色は気づけないよ。自己満大事。え、本当にそう思う。自分が納得いって自分がノリノリで生活できるのが一番大事。それがなんか周りにも影響するって思う。そう、だってこのなんか今髪サラサラだからすごいルンルンしてるから、そう周りにもなんか影響するじゃん、なんかルンルンって、みんなも楽しい気持ちにね、ルンルン。うん、ありがとうございます。じゃあランキングを読みます。20位カズさん、19位コウタさん、18位ヌルディンさん、17位エリオルさん、16位ノリフミさん、16位チャイコさん、14位おいでます元気さん、13位テリーピーさん、12位カズキンさん、11位チホ愛してる大好きさん、10位ヒロロンさん、9位コヌレーマンさん、8位ジャスティンさん、7位チリケンさん、ラッキーセブン。6位台湾のコウさん、5位ぴょんぴょんちょうちゃんかわいいコーラさん。あ、変わった、一回5位から読みますね。読みます。5位ブルーさん、4位ジャスティンさん、3位20世紀ともちゃんさん、スリー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 、2位グリオティーヌさん、ツーツー。そしてそして第1位はピロロロロヒュン、ユリアピースさん、イエーイイエイエイエイ。ダンシング、ありがとうございます。感謝の極みです。イイ、ありがとう、ありがとうございます。今ランキング20位まで入ってるよってことで、さっきちょうど変わったタイミングで入って読まれてないよって方がいらっしゃったら教えてください。読まれてませんってコメントしてください。眠気に勝ってくれてありがとう。いえいえ、こちらこそ見に来てくださってありがとうございます。うん、ありがとう。じゃあおやすみなさい。はい、読まれてない。生ハゲさん、ありがとうございます。皆さん明日は広島でリアルお話し会、あ、そう、明日ね御社でインターン出させていただきます。番組名のハッシュタグとハッシュタグ石田地方をつけて、いっぱいつぶやいてくださったら嬉しいです。お願いします、よろしくお願いします。めっちゃ楽しかった。なんか今をときめく会社って感じで、なんかワクワクしましたので、ぜひご覧ください。ということでスクショタイム。